学校とかで自由に席決めれるとしたらどことか。後ろの窓際だろ。後ろの一番後ろの一番窓際。いいね。でもそこを帰れるの廊下側なんだよね。あーでも廊下側寒いからな。えでも起立例で消えても気づかれないよ。いやいやいや何どういうこと。えでもやっぱ主人公席って言ったら窓際の後ろだよ。何主人公席。主人公席って何。え二人とも主人公席知らないの。ちょっとじゃあ説明してわかるように。ラノベとかアニメとかの、うん、こう、まあ、ラブコメ系ね、いわゆるラブコメ系とかの主人公が、うん、こう座る席っていうのは大体窓際の日が当たる場所の一番後ろか後ろから2番目なんですよ。へー。あで周り女子に囲まれてるみたいな。そうなんです。大体女の子が前にいたり隣にいるんです。で話しかけられて後ろだから先生に気づかれなくてボソボソ喋るんだけど。めちゃめちゃ喋るやん。そのヒロインの子が結構なんか意地悪とかして、そんなんじゃなしとかって言って立ち上がって先生に、おいって言われるっていう、そういうのがもうテンプレなんですね。あ、そんなんじゃないし、バーって立ち上がって、おい、ちゃんと授業聞きなさいよ。それまでは、後ろだから気づかれないけど、おい、そこの二人って言われて、そう、やるっていう。急に早口になったの。いいだろ。いいだろ。だ仲良くやってよ。いやでもわかるわかる。なんかね映画のねやつとかでもね言われるとそうだよなって思うかも。そうそう主人公席。主人公席って言うんだ。主人公席ね。えなんかちなみにそのなんか席での思い出ある。うん。席の思い出。ね一番前固定にされちゃってたから。問題児席じゃん。真ん中教卓の前。問題児席。スバルもねそこある、そこになった経験。そうだよねそうだよね。でも逆にバレなくない？そうそうそう、あの資格なんだよ、ちょうど教卓の資格。だから割と何しててもあんまりバレない。あそこが一番無敵だなって最終的には思ったもん、うん、本当に。そう後ろは見渡せちゃうから先生が、ね、あーなるほど。うん、私なんかある。真ん中の席で、あの倒れた記憶しかない。何貧血。そう朝倒れちゃってすごい注目浴びちゃったから真ん中嫌だなってイメージしたんです。どこでも浴びるだろ。確かに大丈夫。真ん中嫌だ、真ん中嫌だな。なるほどね、まあいろんな思い出がありますねやっぱり。